2033じゃない、2023だよ。みやびのぶりっ子キャラ、間近で見ててどうでした？みやびくん？こんなのでリスナー騙せんのかなと思ってたけど。俺はリスナーに嘘ついたことがない。うん。ね？俺はリスナーに嘘つくのは裏切りだから嘘をついたことはないんだ、配信やっててって言ってたけど、もう、早速、ゼロ円旅で収益発表した時に、俺の売り上げごまかし、嘘ついてたから。1万いくら。上乗せしてたからね。上乗せだ。もう嘘ついてんじゃん。マジで。なんで売り上げをさ、ね、上乗せした、うん、びっくりしたんだけど、俺。だから俺その場から画面からフェードアウトしたんだけど。しじゃん。まさかね、実際の売り上げと違う金額言うと思ってないじゃん。そんな話も聞いてないし。だからすげえ間があったの覚えてる？ね、売り上げをね、収益を発表しますってすげえ間があったのわかる？俺の収益と、そして俺の収益よりも宮城くんの収益を発表するとき。こうやって携帯電話を見ながら、もう一台を見ながら発表するとき、すごい曲がったの覚えてる？あれって、実際の収益と違うからなんだよ。いくらにしようかなって頭で考えながら発表してるからなんだよ。俺びっくりしたから、フェードアウトしたから。しかし俺関係ねえもん。その話聞いてねえから。そらやだろ、俺まで嘘つきみたいになっちゃうじゃん。だから、いっぱい飛んでるように見せて、皆さんまたね、よろしくお願いしますね、こと。簡単に言うと。やばいよ。まあ、でもね、チャッキーね、収益の発表は元から決まってたことなんだよ。そうそう、収益の発表をし、使える金額が決まってるので、経費として使える分、ガソリン代1人3500円、そして食事代朝1000円、昼2000円、夜1000円かかるよっていうのを発表してるので、それで収益を発表するっていうのはもうこれね、最初から決まったことなので。うん、初日7万まあ、宮城くんが7万だったか7万じゃないかわからないけど。それは分からん。俺は宮田くんのね、収益を確認できないじゃん。だろ？だから分からないけど。俺は3万9000円ってちゃんと言ってるんでね。でも4万いくらって言った瞬間、え？と思って、え？と思って止まって、俺は画面からフリーズだよ。フリーズ。マジで。そらそうだろ、お前。びっくりすんだろよ。聞いてねえんだから。ああ。ほんとびっくりだな。さあ、どうなんのかな、うん、まあ、そのうち他に所属ライバーで暴露する人間が出てくると思うんで、ね、皆さん、勇気を出して、ゆいが7万2000円、宮部は9万2000円って言ってた。びっくりだよね。びっくり。俺7万も入ってきてねえから。マジで。なんだよ、その7万って。それね、俺の収益いくら入ってきたか、ミク知ってるよ。俺ミクに言ってるから。俺ミクに言ってるからね。ミクに振り込んでるから。ミクの銀行に振り込んでるので、俺が収益こうやって銀行に振り込まれました。振り込んだのをミクに送ってるから、ミクは知ってる。俺の収益はいくらなのか。俺がいくらだからね、ミク2万振り込んだよって言ってるから。LINE してるから。うん、な、そうない、そういうことです。恐ろしいね。リスナーに嘘つかないっていう人間が嘘つきまくってんじゃん。だから逃げちゃうんでしょ、うん、言い訳すんのかな？何らかしら作戦考えてんだと思うよ。運転しながら配信 OK っていうのも、あ、いや、それは本当だと思う。それは TikTok 運営に、宮城くんは計画書を出して、それか提出し、それか OK 出てるので、それは事実だと思います。ただその計画書を僕は見てないからわからないけど、ただ、まあそれは事実だと思う。それはなんでかっていうと、一時の会社があるので、宮部くんの会社っていうのは、二時の会社で、一時の会社があるので、一時の会社に提出し、それを一時の会社が、運営側に提出してるので、まあ事実だと思います。そのやりとりが俺入ってたからね。運営側に俺入ってたから。LINE のグループ LINE にね。期間中140万稼ぐか思った。まあ、収益は、自分のプラスで30万ぐらいじゃないかなって宮部くんが予想してた。うん、まあ、それは必要じゃん。計画。どれぐらいの収益で大体上がって、そこから経費の分差し引いて30万じゃないかなって、二人合わせてね。だから60万ってこと。うん、まあ、そういうふうな話はもうまた元から計画が出てたので、それはまあ会社らしいというか、ちゃんとね、計画を立ててこうやってやるっていうのはね。
大体予測して。うん。3末いらっしゃい。そこは別に避難するところではないじゃん。だから、まあ、あれじゃない。誰が真実言ってるか真実じゃないから、皆さん個人がね、決めること、この864人いるんで、864人が、それぞれね、皆さんが、どちらが正しいのか、どちらが言ってることが正しいのか、正しくないか、それぞれ考えればいいし、思えばいいと思います。ね。それを別にね、僕はね、何、みんなに、みんなに俺が正しいんだよって洗脳するつもりもねえから、勝手にして、みんなも、みんな同じ考えなんかならないから。いろんな十人十色の考え、見方があるからね。まあそんなもんだな。さまざまそう。たぶんもうこれ以上はないぞ俺。多分。暴露話じゃないけど。大人になったら、自分は北極死んじゃうの。邪魔しい。俺じゃねえじゃねえ。俺北極じゃねえぞ。ホッケだとまた俺と宮城くん別だろう。ホッケを信じるな。まあホッケは美味しかった。信じて間違いない味です。そこはね、信じて間違いない味でしたよ。身もね、かなりね、分厚かったかし。宮城くん、TikTok ではいい人キャラ。そうだね。美味しかったよ。ホッケに罪はないよ。まあいい人キャラ。まあああいうキャラやって、そのね、わかんないけど、リスナーに好印象を抱かせてんじゃないの？でも詐欺師の特徴じゃん、そんなやってんの。マジで。お前ね、俺の態度どうよ？こんなんだよ、俺。なあ。こんなのが、なあ、いい人アピールする人間かい？まず。なあ、こんな態度で喋って、片膝ついて。だろ？俺はフラットだよ、フラット。そんなもん。なんで俺、いちリスナーにいい人アピールしなくちゃいけねえんだ。ダーリー。コミ売ったって1円の価値にもならねえわ。ツイキャスだぞ、ここ！収益ないんだぞ、俺。なあ。そうだろ？収益はねえ。な？そんな中で俺がいい人アピールする意味もねえだろうよ。まず。素だよ、素。プッチおはよう。ね？いやー、もうこういう時しか人が集まんねえんだな、ほんとに。参っちゃうよ。今ね、俺の予想ね、100% 予想、作戦会議。俺の放送をじっくり聞きながら、ね、作戦会議です。そら、それするよなそらするよ。だから逃げたんだよ、放送から。勝てねえから。な、いい人アピールして、ね、悲しい顔して、必死に考えてんだよ。本当に。必死に考えてると思うよ。どうすんのかね。そう、ソース集めしてると思うよ、反撃するための。そうなんだよな。キャス濃いよな。キャス多分 A 版なんじゃなかったっけ？昼だけど飯買いに行く。いや、食えに行かない。ちょっと気持ち悪い。俺朝飯食べたんだけど、朝飯食ったんだけど、もうそれで腹がいっぱい。胃が小さくなってるんだろうな。カオリングいらっしゃい。リスナーとコラボしてる。とりあえず、みやびと毎月一緒に企画なくなってよかった。まあね。だってこの後無人島企画があったわけでしょ？無人島企画があったわ。ね、女だらけの、なんか無人島バトルだっけ？ね。男いいんだけど。でも、みくちゃんの情報もネタ切れだしね、何もなくない？その、なんかみやびくんが言ってたんでしょ？その、俺がみくちゃんに金を使わせたとかそういう風に。まあ、そのソースも俺とミクの LINE のやり取りとか見ればわかる話だからね。バレちゃうんじゃない？そんな嘘。M いらっしゃい。そんな嘘もバレちゃうよ。すべて。
俺は別にさ、わざわざさね、録音撮ったりとか、そうそう撮んなくたって、別に普通にやりとりをしてる中で、そういうものがあるじゃん。そんなわざわざさ、自分の彼女を疑ってさ、そんなこともしないし、録音も撮らないしさ、ミクだってそうよ。俺との通話のやりとりなんて録音撮る子じゃないよ。だから、なおさらわかるんだよ。誰かが仕組んでるな、誰かが絵図描いてるな、はめるために、もしくは俺をね、引き戻すために、考えるだろ？それを得するのは雅だけだろ、どちらか考えても。俺を会社に戻すために、ミクを出しに来て、ね、録音撮ったからって言って、ね、それで警察に訴えられちゃうから、俺がどうにかしてやるから会社に戻れ。これは命令だって言ったんだから。俺が最後に話した時な、ゴミ雅と。それで結局戻らなかったで、俺のイメージダウン叩くために、そのネタにするために、な、ミクを利用してるだけだよ。どちらにしろ利用できるから、な、その録音だったりとかミクを使っての。だからあいつは出しに使われてるだけだ。その出しに使われてるあいつもあいつだし、あいつが俺との約束を守んなかったのも悪いしな。だからミクも被害者だよ。正直。ミクも被害者。まあそのつもりでミクのこと呼んでるんだけどね。そのつもりで呼んでるんだよ。谷はいらっしゃい。じゃなきゃミクなんか呼ばねえから。ミクのお母さんももうちょっと見た方がいいよ。さあ、所属ライバーの、現在所属ライバーの方たちが僕に連絡をくれてるのは本当か嘘か。グリグリになってください。グリグリになってくださいね。誰でしょう？僕が嘘ついてんのかな？それとも事実なのかな？誰なんだろう？タバコがうまいよ。糸ついて殴りたい。まあ、ミクのね、友達も、な、ミクのリアル友達も僕の放送を見てくれてるんだよ。ね、ゲーム仲間もそう。ね、ミクを全面的に応援するし、ミクのことを守るって言ってくれて、ね、俺らのことも応援してくれてるって言ってて、まあ、昨日もね、匿名さんなんだけど、ミクのことについていろいろ書いてる人間いた。守ってやってくれ、どうこうだ。まあ、そういうのもあって、ね、その女性の方、ね、ミクのリアルの友達の方、わかってるんだけど、まあ、そのこと、その子のね、まあ、意見もあるので、まあ、俺はこう反撃に出たっていうのもある。ミクは利用されてるだけなので、それは多分その友達も分かってると思うんでね。まあ任してよ。まあデンちゃん頑張んなくても素でいればいいだけ。今回やましいこと何でもないから。僕。ユイガがいなければ、事務所入ってた配信者が何人いたことか？バラしちゃおっか。俺ね、これシキさんから聞いたんだけど、シキさんが無人島配信をユイガくん誘ったらどうってシキさんがそもそもミヤビくんに話したらしいよ。そんでミヤビくんが俺に連絡くれて、ミヤビくんが俺のことを勧誘したんだよ。本当はな。それは、まあ、俺が所属事務所にいたからね、その頃もう他の所属事務所にいたから、引き抜く声がダメなんだよ。だから俺はそれをごまかしただけなんだけど。だから俺からみやびくんに、ね、俺頼んだっていう風に言ってるけど、あくまで引き抜く声がダメだから、その話の兼ね合いで、俺はみやびくんにお願いしたっていう話になってるだけで、みやびくんから頼まれたんだけどね。無人島企画からの事務所。もしかしたらそれ LINE のやりとりがあるかもな。みやびくんとのやりとりが。わかんないよ。通話で話してて、その結果っていうのが出てるから、あれだけど、LINE のやりとりも、そう、四季さんに聞きゃわかるよ。四季さんが言ってたんだから。無人島企画にゆうがくん呼んだらって、みやびくんに話したのは私だって言ったから。俺四季さんから話聞いてるから。まあそういうのもあるんですよ。どうするのかね。ちょろいね。
無人島の夜ご飯葬式みたいな雰囲気で違和感だった。ちゃんまくんいらっしゃい。まあ、みやびが主役で、あと脇役みたいな感じ。まあね、誰も逆らえないんだよ、みやびくんに。運転もロールもできない奴が忙しいふりして空回り。でも、その人間を誘ったのは誰？誰？運転もロールもできないって分かってて、ね、ゼロ円企画に誘ったのは誰？お前だ！お前が無能なんだろ、バカ。運転もロールもできない無能な人間をね、ゼロ円企画に誘ったのは誰だ？他の人間が誰がいるの？なあ、誰がいるんだよ。使える人間がいねえだろ、バカ。簡単。ゆかりかのもん、お前多分さ、誰かのサバーカだろ。ちょこ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 、いや、出てくるんだよね。お前誰かのサバーカだろ。